始めればいいのかな。もう一度試してみてはどうだ。真理が適用する範囲は限られている。正誤の判断もまたしかり。正解したにもかかわらず出題範囲が違ったがゆえに誤答と判断されたかもしれぬ。もう一度試してみたまえ。真理が適用する範囲は限られている。正誤の判断もまたしかり。正解したにもかかわらず出題範囲が違ったがゆえに誤答と判断されたかもしれぬ。もう一度試してみたまえ。真理が適用する範囲は限られている。正誤の判断もまたしかり。正解したにもかかわらず出題範囲が違ったがゆえに誤答と判断されたかもしれぬ。もう一度試してみたまえ。真理が適用する範囲は限られている。正誤の判断もまたしかり。正解したにもかかわらず出題範囲が違ったがゆえに誤答と判断されたかもしれぬ。もう一度試してみたまえ。真の歴史が書かれ、いや、真の歴史の聖なる。
目せよ、喝采せよ。そんなあまり落ち込むな、オービック。そいつが本物だからといって我々の信じてきたものが偽物ということにはならない。なんだそのデタラメな不等式は。苦しい弁明はやめろ、ポポラーノ。ああ、ずっと見たかったんだ、お前のその妬む表情をな。パズルなら解は一つしかないが、他のファミリーの聖地に赴き、そこに他ナレーターって絶対的な中立を保つべきじゃないのか。なんかこいつらの肩を持ってるよな。まあいい、気分がいいから俺も一緒に行ってやる。なんせ説明によると3回の再現を全て済ませる必要があるらしいからな。それに確かにお前たち2人のがっかりした顔も見たい。次は私のところへ行こう。千枚はまた使うよね。じゃあ抜いとくよ。えいっそいや。一行の目の前には偉大なるゼンマイにふさわしい台座などなく、ただとお前んとこの台座はどうした。偽物だとバレて恥をかくのが心配だから先にしまっちまったのか。まあそんなところだ。我らがファミリーの主な偉業は自分ででっち上げた架空の偉業は。おい黙れカペ。黙るんだカペ。もしある日俺が殺されるようなことがあったら、犯人はポポラーノで間違いない。遺言は以上だ。我がファミリーの偉業は知恵によって休日の悪霊の宝物庫を暴き、その財宝を盗み取ったことだ。だから台座を含めた貴重な文化遺産は全て扉の向こうに置いてある。じゃあ扉を開ければいいんだね。いや、そう単純な話ではないのだ。扉には知能型応答システムが組み込まれていて。そんな。あ、でもお前は当然答えを知ってるんだよな。時が知恵のページを白く染めてしまったのでな、答えは知らない。だが案ずるな、すでに話は通してある。通報されても警備員は来ないから、好きなようにやってみてくれ。質問1、君は誰だ。そしてガイドの精霊、いやガイドだ。質問2、悪竜を倒せたのはどんな素質によるものか。もしそれが正解なら俺は。正解だ。なんだと、そんなバカな。質問3、外の世界の虚構とこの世界の真実、よりリアルなのは。そうだな、外の世界が夢ではないと誰が断言できよう。目が覚めたら実はただの小説だったという可能性もあるだろう。ならばどちらもリアルということになる。全問正解だ。では台座へ案内しよう。旅人公爵、
では前回と同じように頼む。偉大なるゼンマイを差し込んでくれ。なあ、それからこれが我らがファミリーの紋章だ。爵が書いた図は実用性と美的価値を兼ね備えている。しかし正解ではない。ポポラーノのファミリーの紋章をもう一度見てみた方がいいだろう。もう一度やってみてはどうだ。見せてくれ。ああ、知恵のファミリーがどれほど素晴らしい物語をでっち上げたのか見てやろう。私が遺言を残すとしたら、自首をしよう。カペをやったのは私だ。だな。見ろ、我らがファミリーの歴史もまごうことなき事実だ。ここに偽造できないサインがある。何？もしかして僕のファミリーだけか？私のファミリーの知恵とやらはすでに君たちの前で笑い話として終わっているが、
ファミリーの知恵をはるかにしのぐ私、我々3つのファミリーの歴史と美徳は全て真実なのだ。ポポラーノ。あ、私もそういう経験あるよ。前に巫女様に酒の魚に煮干しをかけるとしよう。さあ、どの湯飲みに梅干しが入ってるか当ててみよう。何度やっても当てられなかったんだ。巫女様はいつも違う湯飲みから梅干しを出してみせたの。後でサチっていう巫女のお姉さんが教えてくれたんだけど、実は全ての湯飲みに梅干しが入ってたんだって。はあ、妖怪として力不足だよね。あの狐女、ただお前をからかってただけだろう。なら一つ朗報だ。今回はこの3つの宝箱を開けられる。ポポラーノのところの財産を全て取ったら、次は僕のところへ行こう。じゃあまた私がゼンマイを抜いておくね。あめそりゃ。オービックと共に彼のファミリーの聖地を訪れる一行。彼らの目の前には、そこにいるのは僕の町にいる巨大衛兵だ。融通は効かないけど、とんでもない力持ちでね。刀や槍では傷一つつけられない。なんかカペのところより君のファミリーの方が力って感じがするね。で、実際は何のファミリーなの？ああ、この衛兵たちはカペのところのだよ。何しろこれが巨大化するのは力のファミリーにとって魅力的。僕たちファミリーは共感を大事にしている。主に大きくなる薬を提供しているんだ。それのどこが共感なの？僕たちの先祖は体が小さいことを気にしていたんだ。休日の悪龍もわざと先祖に害をな。そこで先祖は薬を飲んで悪龍よりも大きくなった。
そして悪竜を囲んで座り道理を…でも今の薬は昔と変わってしまったみたいでね。飲んでもそこまで大きくならないし、教官のオービックはそう言ったが、分かり合えれば争いも起きないと思う者もいるだろう。左の小道に入ることを選ばないなら、あえて再び悲劇の証人となるのも一つの経験と言える。自分の家に帰るだけなのに、なんで泥棒みたいにコソコソしなきゃならないんだ。久しぶりの帰宅か。俺たちみんなそうだ。ほんと長いこと待ち続けてきたな。この辺りだと…ここ、物が多すぎじゃにゃ。これじゃあ、神託の柱が出てきても…それより、僕たちファミリーの紋章にちょっと問題があるみたいだ。公爵の知恵を…参ったな。君の地元には教官以外何でも揃っているようだ。ここだ、見つけたよ。あー、運命が来ちゃうよ。あ、私が見張ってるね。壊せないのか。どうやら正しくないようだ。これは君のせいではない。オービックのファミリーが紋章とヒントをきちんと保管していなかったのが悪い。なぜ大切なものを汚してしまったのか。これが最後だ。
サインがある。ってことは本物だ。教官もオルビット城を構成する礎の一つだったんだ。やはり我々の推測通り三つとも全て真実だったな。なるほど。だが正直複雑な気分だな。虚無か。わかるわかる。稲妻の人たちもみんな言ってたよ。蜃気楼戦記は6巻までは人気があったけど、それから88巻まで出て誰も読まなくなったって。一行は憂鬱な気分に陥ったが、その中には少しばかり幸せも含まれていた。あるいはなぜ等しく真実である三つの歴史が同時に存在できるのかと。うんうん、確かに変だなって思ったぞ。でも前にポポラードが最も口に出したらバカにされるんじゃないかな。心配することはない、親愛なる精霊よ。私は確かに真実は共存可能だと説明したが、この三つはいただけない。なぜならこれら歴史的真実はいずれも悪竜と城の成り立ちに関係しており、全てに真実を示すサインがあるからだ。その時突然鐘の音が響いた。鐘の音だ。一回はどういう意味だったか。確か最高警戒態勢だったような気がする。門の前に全員集合だ。捕獲用接着剤を全て門の前に仕掛けろ。今や町全体に監視の目が張り巡らされ、唯一の出口は前方にしかない。やっと。さっきの鐘の音は何事だ。あとなんで最高警戒態勢の時は1回しか鳴らさないんだ。緊急事態なら初動は早い。奴らは門の外だ。追え。不審者を吸う。鐘の音だ。一回はどういう意味だったか。確か最高警戒態勢だったような気がする。門の前に全員集合だ。捕獲用接着剤を全て門の前に仕掛けろ。今や町全体に監視の目が張り巡らされ、唯一の出口は前方にしかない。ついてこいなんて言ってない。さっきの鐘の音は何事だ。あとなんで最高警戒態勢の時は1回しか鳴らさないんだ。緊急事態なら初動は早いほどいい。99回も鳴らしてたら間に合わなくなるだろ。ゼンマイが必要かどうかはわからないけど、とりあえず逃げる前に取ってきたよ。じゃあさっき話してた問題の続きだけど。さあな。おそらくシムランカに住む誰にも理解できないだろう。彼女は全てを創造した運命の女神であり、僕らの口論の原因は過去の真実についてほとんど知らなかったせいだ。僕らがゼンマイ仕掛けの軌跡をたどるのと同じで、これは孫うこと。もう争わずに済む。全て君たちのおかげだ。本当にこれで終わりなのだろうか。最初の運命の分かれ道だが、考えても無駄だ。今日はひとまず休むとしよう。あ、分かったぞ。お前ま、いずれにせよ今日この目で見てきたこと。俺もだ。僕も。じゃあ今日はひとまずここまでにしよっと。